ハロイブルーアンレッツエンジョイジョアボカー。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。今日のテーマはですね、新しい選手コースの皆様へ、みんなへ、最低限これはクリアしておいてほしいよというお話をしていきたいと思います。教室を作ってですね、8年ぐらいですか、ソロバン教室。いろんな大会、を経験してきて、今、一番最初から通ってる子、が今高校1年生かな、残ってる、あくまでも生徒として残ってる、子でですね。で、その子たちが、いわゆる、第1部で、この前の全国大会はその下の世代、5年生、6年生、を中心とした第2部で、今、新しく、編成しようとしているのが第3部、小学校1年生、2年生を中心とした、今、チームを、3年生までですかね、を作ろうとしております。未就学児の子も入れながらですね、ちょっと、選手層の若返りを、考えております。でですね、その選手コースに入るときにですね、さすがに、大会出なければいけませんからね、最低限ここはクリアしてほしいよと、いうゴリ先生からのお願いというのもやはりあります。で、クリアしないと入れないというわけではないんですけどね。なるべく早い段階でこの条件をクリアしてほしい。クリアするためにお家で、もうプラスアルファ、練習してほしいよというお話をしていきたいと思います。もう、クリア条件はですね、読み上げ暗算ですね。読み上げ暗算、2桁の揃いで大丈夫です。読み上げ暗算の2桁の揃いを、5口、もしくは、あわよくば7口ぐらい、これを、できるようにしておいてほしいと。読み上げ暗算ですから願いましては、28円なり、76円なり、53円なり、49円なり、86円なり、38円なり、71円ではみたいな。401ですかね。加算、いければ加減算ぐらい。とにかくこの2桁揃い、の読み上げ暗算ですね。これを5口。いければ7口ですね。で、なぜこれが、最低条件かというとですね、しっかり2桁で落としてる。これ、同時に、見取り暗算が2桁で落としてないと、この2桁の読み上げ暗算、当然できないんですね。1桁目だけ計算して、繰り上がって、10のくらいをもう一回計算する。なんていうやり方をしてると、この、2桁揃いの読み上げ暗算、できないですからね。5口、7口。というのですから、そこら辺を、条件にしていると。要は、3級、4級、あ、4級か、暗算4級の見取り暗算を、しっかり、2桁で、しっかり2桁で、計算、できてないとダメですよということではあるんですけどね。はい。ぜひ、なぜここが最低条件か、そのうち当然、3桁。に上げていきます。で、そうですね。3桁に上がって読み合いやると、今度は、見取り算を3桁ずつ、落とす練習にも入れますからね。いろいろそういう段階を、経て、大会に勝ちに行きますんで、ぜひぜひちょっとそんな条件。ですから、まずは2桁の読み上げ暗算、5口、もしくは7口ぐらい、7口ぐらい、加算だったら7口ぐらいいけるように、5口だったら加減算できるようにですね、ぜひぜひしといてもらえると嬉しいです。はい、本日も、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。